ジョナサン・ウィリアム・ベンタースは、アメリカ合衆国ケンタッキー州パイク郡、パイクビル出身の元プロ野球選手。左投げ左打。ベンタースが生まれたケンタッキー州、パイクビルは、オハイオ州シンシナティに近く、そのため、家族全員がシンシナティレッズのファンだったという。2003年の MLB ドラフト30巡目で、アトランタブレーブスから指名され、プロ入り。マイナーでは主に先発として起用された。2010年のスプリングトレーニングでは、ジョジョレースとリリーフ投手の最後の枠の争うことになったが、結局開幕をマイナーで迎えた。マイク・ダンが4月17日にマイナー降格したのに伴ってメジャー昇格を果たし、同日メジャーデビューを果たした。6月17日のミルウォーキー・ブルワーズ戦にて、プリンス・フィルダーに対し、故意死球を投げたとみなされ、ブレーブス監督のボビー・コックスと共に退場となった。後に、ベンタースに対し4試合の出場停止の判決が出された。この判決は、その後、ベンタースの訴えにより取り消されている。最終的にこのシーズンは、ナ・リーグ6位となる79試合に登板した。また、ナ・リーグの新人王の投票では8位に入った。2011年は、主にクレイグ・キンブレルにつなぐセットアッパーとして起用され、キンブレル、エリック・オフラハティと共にブレーブスのブルペンを支えた。2012年6月22日のニューヨーク・ヤンキース戦でアレックス・ロドリゲスに彼のキャリアで23本目のグランドスラムを被弾するなど前半戦は苦しんだ。7月5日に左肘の痛みにより故障者リスト入りし、22日のワシントンナショナルズ戦で復帰した。2013年はシーズン開幕前に左肘の違和感で故障者リスト入りした。トミー・ジョン手術を避けリハビリに励み、5月中の復帰を目指したが、結局キャリア2度目のトミー・ジョン手術を受け、シーズンを全休した。2014年3月23日に前年の手術の影響で15日間の故障者リスト入りした。3月29日に60日間の故障者リストへ移動した。8月にキャリア3度目のトミー・ジョン手術を受けた。11月21日にフリーエージェントとなった。2015年3月11日にタンパベイレイズと2年契約のマイナー契約を結んだ。2016年には傘下の A 級シャーロット・ストーン・クラブズで4年ぶりの公式戦登板を果たした。オフの11月7日に FA となったが、2017年3月27日にマイナー契約を結んで再契約した。2017年はルーキー級ガルフコーストリーグレーズ、A 級シャーロット、AA 級モンゴメリービスケッツ、トリプル A 級ダーラムブルズでプレーし、4球団合計で24試合に登板して、防御率 2.28、29奪三振を記録した。オフの11月7日に FA となったが、12月14日にマイナー契約を結んで再契約し、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年4月25日にトリプル A 級ダーラムからメジャーに昇格し、当日のボルチモア・オリオールズ戦の6回裏に登板。先頭のクリス・デイビスをショートゴロに打ち取り、マウンドを降りた。トミー・ジョン手術を3度受けてメジャーに復帰した初めての投手となった。2018年7月26日に後日、発表選手とのトレードでブレーブスへ移籍した。シーズンでは2球団合計で50試合登板で5勝2敗、3セーブ、16ホールド、防御率 3.67 を記録した。シーズン終了後にはナ・リーグのカムバック賞に選出された。11月30日にブレーブスと単年225万ドルで合意した。2019年は開幕から絶不調で9試合の登板で防御率 17.36 だった。5月18日に FA となった。2019年5月29日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。6月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月31日に FA となった。95マイルパワーほどのハードシンカーを武器とする。彼のメジャーデビューした2010年にブレーブスの監督を務めていたボビー・コックスは左投手がこんな球を投げるのは50年のプロ生活でも見たことがないと言い、この球をスーパーシンカーと呼んでいる。ありがとうございます。